こんにちは。転売アカデミー堀秀です。今日は Amazon 輸出ツールを使うと儲からないという話です。モノレートというね、無料で使える、便利なツールというか、この商品が何個売れたとかね、いくらで何人出品者がいたとか、いるとか、そういうのがね、わかるツールがあります。で、商品選びでこれを参考にしている人もいてね、どういうふうに使うんですかと、聞かれたんで、実際使ってないですと、ね、使わない方がいいですよというお話をしました。これなんでかというとですね、ツールを使って必要な情報を読み取るのが難しいと。難しいというかあんまできない。なぜなら、確かにね、何人出品者がいて何個売れた。この値段の時に売れたから多分この値段で成約してると。いうのは、わかります。これは読み方をね、見ればね、慣れるというか、初めから、見方を、ガイドなんかもね、モノレートについてるんで、それを見ながら見ればわかります。ただね、肝心なことは、その商品が何個売れたというよりも、私が出したら売れるのか、あなたが出したら売れるのかっていうのがね、非常に重要です。なぜなら Amazon の場合は、カートが取れないと売りにくいと。カートが取れない場合は、最安値じゃないと売れないという仕組みになってます。だから一番知りたいのはね、その商品が何個売れたとか、何人出品者がいるってことじゃなくて、自分が出したら売れるのか、ね、この一点です。で、これはツールじゃ読み取れません。どうするかというと、出してみないとわかんないというのが、正直なところです。で、結局ツールでね、出せば売れそうだとか、これ出しても売れないなとかやってフィルターにかけるとですね、儲からない商品、みんなが売れそうだなと思う商品っていうのは、みんながね、仕入れて売り出しますんで、売れないです。で、みんながね、ためらうような商品、これで、ね、出してみて売れれば、ライバルが少ないで儲かります。つまり、ツールを使うことによって、初心者の場合には特に、儲からない商品だけを扱うという結果に陥ります。実際ね、稼いでる方で、オリジナルのツールを作ってね、使ってる方はいますけど、この無料で使えるツールなので、安いお金を払って使えるツールを使ってるって人は、私は知らないです。初心者の方で、ツールを使うと儲かりますという、ツールの提供者の話を聞いてそのまま使う人はいますけど、実際問題に対して儲かってないと。なぜなら、ツールでできるようなことはですね、ある程度慣れてくれば、別にツールなしでもできるようになってしまうと。で、ツールはオリジナルでね、自分の特性に合った形でカスタマイズしないと使えない。そうなってくるとね、カスタマイズするお金のある人、外注を頼むんだったらツールをカスタマイズしようかなという人か、自分でツールをいじれる人以外は、あまり、ツールを使ってもいい結果は出ないということになります。それなら初めからね、面倒なツールなど使わずに、条件に当てはまった商品は売ってみると。で、ツールでね、あるいはランキングを見て、売れなそうな商品の中で実は自分が出したら売れたと、ハートが取れて売れたと。こういう商品こそですね、息が長く儲かる商品になります。そういう儲かる商品を見落とさないように、ね、パスしないようにツールは使わない方がいい。で、ツールを使ってね、一見売れそうだという商品を買うと、大抵の場合、価格競争に陥っている商品とか、いうのを仕入れることになってしまいます。またね、この辺の、状態は、儲かるね、商品を見つかるようになれば何を言ってるのかわかるんですけど、初めの頃はね、いまいち腑に落ちない場合もあるかもしれません。ただ結果としてね、儲けてる人でツールを使っている人はあまりいないと。というのを覚えていただければよろしいんじゃないかなと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。